5回の打席、ピッチャーはメイ。緊迫したムードからゲームも接戦、同点のまま9回裏までもつれ込んだ。2番清水が勝負強いバッティングで突破口を開く。いい当たりだ。一、二塁間に浴びました。ライト前ヒット。そして3番松井。いい当たりだ。右中間の真ん中破りそうだ。さあ清水はセカンドを回った。今ようやくセンターの新庄ボールに追いついた。三塁から清水は三塁を回った。バックホーム、ボールが返ってくる。ホームイン。松井のサヨナラヒット。3対2、ジャイアンツサヨナラ勝ち。スタンドは興奮のルーツボ。チーム浮上のためには絶対に負けられないゲーム。打つべき人が鮮やかに決めた。